何年か前にね、ここ回ったことあるんですよ。三味田の宝塚古墳かな。この反対側からね、ぐるーっと回ってきた記憶があるんだけどね。三味田の宝塚古墳はね、ちょっと最初の頃のね、形が感じのかする古墳なんですね。ああ、見えないか。だからね、ちょっと細いんですよね、墳丘。ああ、入れ入ったんだけどね、ここ来たかな、違うね。遠くにものすごく回ってね、すごいこと回ったんやね。いや、ここは出てきたかもしれないな、ここから。おそらくね、そこから出てきたかな、なんか知らんけど、中入ったんですよ。入ってしまったんやな、入れたんやな、僕から。ちょうど反対側にね、車止めたんでね、112メーターぐらいだったかな、墳丘は。出なかったんで、渋滞がずっと回ってね、記憶ありますわ。すごいこと回った記憶がね。あ、いけるな。前はね、この辺まで入ってきたんだけど、もうやぶでね、全く入れなかったんですわ。これ、三味田の宝塚古墳の中にも入ってるんですよ、これ。間違いないね。いやいや、こんな違うね。ここでも行けないですよ、これ。ほら、大木が倒れてるし。こっちが円墳の方なんですよね、今入ってるのは。円墳の墳丁ってどこかわからんかね、これ。あ、ここ墳丁やわ、これ。あ、墳丁引けんねやわ。うっそうと茂ってるってね、ここ。あら、これなんか、発掘調査でございますか。なんか書いてあるぞ、これ。はい。あ、文化財。国指定の文化財。あらあら。それ何にもわからんね、これ。どういうことじゃ、これ。これが、公園部の墳丁でございますね。さっぱり反対側見渡してもわからないね、これ。これわかりません、これ下ね。こんな、ダメでございますね。豊富に行くんやったらね、ものすごいですよ。歩いたら15分ぐらいかかったんちゃうかな。豊富に、豊富の方にね、確かあれがあったんですわ。看板が。看板のところまで行ってみましょう。今日は車で行こう。歩いては15分も歩かれんから。これは降りて、本来、そこへ、こう、まっすぐ行ったとこやけどね、全然行けそうないもんね、そこ。以前来た時、そこの横にね、車止めたんですよ。カーブのところにね。カーブは見えない。そこに道は見えんだけど、そこに。ここから50メーターぐらい先見えんだけどね。全然作業してるような、あるような感じじゃないしね、これ。三味田、三味田左。はい、三味田左。およそ600メートル先、斜め右方向です。これ1500メートル以上あったね、これ。これ懐かしい、よく歩いた、これ。もう真夏の暑い時でした、朝から。あ、見えてきたね。あれが宝塚古墳でございます。これがね。これずっと止めれたんやな、お前。あそこ止めれろ。はい、そこです。はい、先ほどそこのちょうどね、50メートルぐらい先だと思ったんやけどね。通れなんでね、ずっと車で回ってきたんやけど。これが宝塚古墳でございますね。大体初期ぐらいの感じのね、形状になってんやけどね。あ、これ見たら分かるかな。全長が 111.5 メートル、111メーター、まあ、いろんなやつに違うんだよね、いろんなやつで。ね、120メーターで書いたやつもあったしね。前方部の幅がね、ちょっと狭いんですね。だんだん広くなっていくんですからね。ほんで、今、ここにおるんですよ、ここに。先ほど、ここから、
この辺からこう、ここからね、こう入ったんで、中にね、入ったんですよ。ほんで、以前はこれずーっと、これをずーっと回ったから、なんで、ね、住宅街に出て、ね、住宅街出れんで、ずーっとここ住宅街から、こう回って、このフェンスかなんか出たんよ。そこからこう入ったんやけどね。こうか。あ、海吹屋は2号分やな、さっき言ったぞ、おそらく。これがそうやわ。ちょっと、豊富の方ちょっと待ってみましょう。豊富からね、ちょっと眺めてみましょう。全体像を。112メーターか120メーターか、いろんな説があるんやけどね。この左も、つかめんか、つかめんな、こう見た感じね。つかめませんな、こんな感じね。これ、豊富の方でね。幅が60メーターほどあるんで、話がね。国の施設にされてるということはどうなんだろうね。ここに前方後円墳って言われてるんだけど、全然さっぱりわからない形これ。で、横に棒があるしね。これこれ。ずーっと歩いた記憶あんねんけどね。どっから歩いたんやろ。ここにあるんやけどね。どっからか上がって、上上がったんだけどね。昭和60年に一応調査されたんだ。 111.5m、 公園部が 60m で、前ね、上がった道があったんやけど、今日はないね。ああ、こんな感じか。これは歩いたんだ。これは記憶残ってる。これ夏の暑い時に朝早からよ、草ぼうぼうのところをこれ歩いたんですわ。もうそこから4分になるか、公園部なんと。ちょっと形は、はっきりわからないね。これ、イノシシが掘ってる跡かね、これ。こう来て、ここが円墳になってるってことね。公園部に、あそこからね。こーっと、公園部になってる、ここは。ちょっと嫌がられへんのかね、これ。あ、なんか記憶ある、これ。歩いた。ここは違うな、もっとあれが公園部やな。もう住宅街ですよね、こちらの方ね。ここやね。これをね、ずっと歩いたんですよ。奥の方で歩いてね、記憶残ってね。これフェンスがあって出れなかったよね。で、さっきのとこ出るんで、さっき最初入ったとこね。ずっと歩いていてね。ちょっとあんまりうまいとこね、いいとこ見れんかったけど、宝塚公園。今雰囲気の中歩いとるけどね、ここは初めて歩きました。ここはね、そうそう、以前来た時ね、どうかこの辺から道があったんやね。今道が見当たらへんねんけど、なんかゴミの山になってるね。だから以前来たらここもう草ぼうぼうでね、全然歩けないんでね。あの半分先からはね、ちょっと草かかってあったけどね、200メーター以下の部分はほとんど回ってなかったね、最初の頃はね。上がれないの、そこちょっと上がらせてもらいたいけどね。ここ上がれますよ、ここ。これ上がれるにちゃんとなってます、ここ。はい、はい、やってきました、これ。結局、こうだいぶ高いぞ、これ。あの下から言うとね。1段、2段かな、3段かな。すぐ横まで来たんです、そこまで。もうここから行けるんだ。ああ、行かれへんか。行かれへんな。だからそこやとね、そこまで来たんや、そこまで。ここは全然ね、ここはもう行かれへんもんな、これが。ああ、そういうことでありがとうございました。サミター宝塚古墳でございました。
これは来られてもなかなか大変ですよ、見るのはね。いけたいけた。ね、ここいっぱいあるんだけどね、古墳が。はい、そういうことでございました。ありがとうございました。